アイポッパーとは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。2006年のステイヤーズステークス、2007年の、阪神大商店の優勝馬アイ馬会法人サンデーレーシングの所有馬で、募集時の価格は1600万円。場名の意味は、英語で、目玉が飛び出すほどワクワクするもの。 体質の弱さからデビューは遅れ、デビューを果たしたのは2003年6月の箱館、て、3歳、未勝利であった。初戦は出遅れながらも2着に入り、2戦目で、初勝利を挙げた。続く3歳上500万下2着の後は芝に転向。4戦目の阪神、3歳上500万下2着以降は、芝のレースを使い続けている。同年10月、5戦目の京都、 三歳上五百万下で二勝目を挙げた。千万下昇級初戦の痩せ特別で名村サンクスの二着に敗れたが、続く中京、天竜川特別ではスタートで出遅れたが四馬審査で三勝目を挙げた。2004年、初の関東への遠征となったゲ春ステークスでは一番人気に支持されるも四着に敗れた。その後短期放牧を経て、5月、 カラスマステークスを制してオープン入りした。オープン入り初戦のメグロ記念では一番人気に押されたが5着に敗れた。その後は北海道農山ファームへリフレッシュ放牧に出された。10月、準オープンに高級し、比叡ステークスで復帰するも名称勝ち時の2着に敗れた。次戦のことステークスで翌年の天皇賞を制することになる。 ヘブンリーロマンスやサクラセンチュリー、エアセレソンラゴの重傷カチューマンを抑えて、勝利、再びオープン入りを果たした。2005年、万葉ステークスで、ファスト立山やチャクラを退けてに連勝し、長距離戦線における常連的存在として、定着した。2度目の重傷挑戦となった阪神大賞展では、マイソールサウンドの2着となった。そして、天皇賞で、 初めて GI に挑戦し、有力場が上がって崩れる中、中段から進出するレースで3着に入った。秋には、日本場として、初めて、オーストラリア遠征を行った。遠征初戦のコーフィールドカップではその年のシンガポール、航空インターナショナルカップ優勝場マミファイを直戦、競り落とすも、ゴール寸前で、レーリングスに差し切られて2着に終わった。 この赤杯で現地の評価の高まったアイポッパーであったが、続くメルボルンカップでは12着と惨敗した。帰国後は予備登録のあった香港バーズを回避して、全球、来シーズンに備えることになった。2006年、阪神大賞典天,天皇賞と長距離路線を歩んでいくが、ディープインパクトに阻まれ、好成績を残すことはできず、それぞれ6着、4着に終わった。 続くメグロ記念では、トップハンデを背負いながら、ポップロックの金差の2着に食い込むが、宝塚記念では、苦手の道悪もあって死んだり負けを喫した。再びしばしの休養の後、京都大商店から始動するが6着に敗れた。しかし、アルゼンチン共和国売で2着に入ると、ステイアーズステークスでは、オリビエペリエの騎乗で1.7倍の人気に応えて、勝利。 重賞挑戦12戦目で、初の重賞勝利を挙げた。その後有馬記念出走が表明される、瓦烈ひずめのため回避、翌年の天皇賞を目標に調整されることになった。2007年の阪神大賞展では、竹豊を背に先行作から、ゴール前で一番人気のドリームパスポートを抑えて、優勝し、重賞に連勝を果たした。続く、天皇賞では安状に、 安藤勝美を迎え、二冠馬名称サムソンや、前年のメルボルンカップ勝馬デルタブルースらを抑えて一番人気に、押された。しかし、スタートで出負けし、名称サムソンの四着に終わった。レース後に、左第一子骨剥離骨折が判明し、休養を余儀なくされた。11月に、立党に帰休したもの馬のインフルエンザに感染する、も重なり、結局、 2007年の後半は全休することになった。2008年の京都記念で復帰するが再開の16着に終わった。続く阪神大賞天では一変し、アドマイアジュピタの2着に入った。4度目の挑戦となった天皇賞では11着と惨敗したものの、続くメグロ記念はトップハンデを背負いながら北斗するンの5着に検討した。夏場はノーザンファームで、 リフレッシュ放牧、9月16日に、立党に帰級した。迎えた秋初戦、京都大賞店では、内から伸びて3着に入った。その後香港バーズ、香港カップの予備登録を行ったが、左後ろ足の列ひめが悪化したことから回避した。左後ろ足の列ひめは回復したものの負担が、かかっていた両前足のひめを痛め、 さらにそれをかばって、右後ろ足のひずめを痛めることとなった。その後療養のため山本トレーニングセンターへ放牧に出されたが、右後ろ足は重度の低用炎を発症しており、さらに、左後ろ足にも低用炎を発症し、起立不能の状態に陥った。引退が決まった矢先の11月26日、回復の見込みがないとして、安楽死の措置が取られ、 同日付で競争場登録を抹消された。同じサッカーボーイ3区である、成田トップロードや菱ミラクル同様、長距離戦で力を発揮する、典型的なステイヤーであり、芝のレースを使い始めて、以降は2004年ことステークスと2006年、宝塚記念、2008年京都記念を除いて、芝2400メートル以上のレースを使われていた。 長距離戦線の最高峰である天皇賞に2005年から2008年まで4年連続で参戦しており5年以降は長距離重賞の常連として活躍していた2007年阪神大賞天後に起乗した竹豊が非常に乗りやすい馬と述べたように折り合いの不安がなく最速上がり三波論を国内29戦中12戦で記録しある程度の決め手は 持っていた一方で、重傷で、たびたび赤敗しているように前を捉えきれない爪の甘さも合わせ持っていた。道悪を極端に苦手にしており、大雨の中行われた2006年宝塚記念や、山水が行われた2006年メルボルンカップで惨敗している。父、サッカーボーイ同様ひずめに、 弱さを持っており、特に空気が乾燥する冬場は、例年列湿目に悩まされていた。保湿のため、休務員が毎日しがらきさんの陶芸用粘土を、湿目に塗り込んでいた。ありがとうございます。